皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室新規開業をする人が絶対に身につけていてほしい3つのマインドについてお伝えしていきたいと思います。はい、ここのところですね、ここ 1,2 年かな、特に新規開業をしたい方が増えています。でそれに伴い、新規開業をしたい方の、開業のご相談に私は日々乗っております。で、開業のご相談に乗るときに、当然やったことがないし、独立自営をしたことがない方っていうのは、いろいろこう心の中がグラグラするケースが多くって、でそのまんま開業してしまうと、グラグラした心で開業してしまうので、成功する確率がかなり低くなってしまうんですよ。なのでマインド的には、開業時にはやっぱりこういうマインドは持っててほしいなというふうに思う部分があったので、そちらのねお話を今日はお伝えしようと思って、こちらの動画を撮っております。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。まず、新規で教室開業する人が絶対に身につけててほしい3つのマインドですね。こちらの1つ目が自分で決めるということ、2つ目が振り返らないということ、3つ目が立ち止まらないということですね。なかなかに人によってはしんどい内容かもしれませんけど、こちらをねちょっと解説していきたいと思います。まず1つ目ですね、自分で決めるということなんですが、これがですね、生きてきた環境とか経験してきた状況とか、どういう仕事をやってきたかにもよるんですけど、雇われの身である状態と、あとオーナーであるという状態、自分が自営で事業を回している状態っていうのは、社長と従業員レベルの差があります。で、社長っていうのは会社の全ての全責任を負う代わりに、決裁権限、決める権限を持っているわけですよね。皆さんにお給料とかも払ってるから。なので船としてその会社という名前の船を沈めるわけにはいかないので、場合によっては、冷たい決断をすることもあるし、で場合によって荒波にね突っ込んでいくっていうことも、決断をする時とかもある、舵取り、それによって、全員死亡しないようにしていくのが社長の役割なんですけど、失敗すると死亡しちゃったりする時とかもねあるかもしれないんですけど、それぐらい重い責任を持つ分、自由に決裁する権限があるわけですよ。で、従業員の方はついていくだけなので楽なんですけど、その分自由も少ないし、裁量権も少ないし、お給料も自分で決められないっていう、それぞれに一長一短があるし、性格的に向いてる向いてないっていうのはあったりします。それでその会社員として評価されるスキルとか、組織の中で評価されるスキルっていうのはどういうものなのかっていうと、まずその自分の持ち回り、要は役割、与えられた役割を正しく正確に遂行すること、会社が期待するように、それが やるべき役割なんですよね。で、当然なんですが、その役割分担の中において言うと、会社の組織の長である、それが部長なのか課長なのかよく分かりませんけど、グループ長なのかから言われた案件を正しくこなす能力に長けていると評価されるわけですよ。ということは、はみ出ない、自分で創意工夫しすぎない、提案はしてもいいですけどね、潰れる可能性とかもあったりします、全体の中においてはすごくいいアイデアがあったとしてもですけどね。なので基本従うということが大前提になるため、思考能力がそがれる、ないしは低下するっていう状態を何年も過ごしてきていると、自分で決めるということができなくなっているようなタイプの人が多い印象です。なので、どういう環境で過ごしてきたかにもよって、独立自営で、だから割と営業職の人とかは自営になっても割とうまくいきやすいんですよ。営業職の人って考えて動いて数字作るっていうのが仕事なので、事務職の人とかは誰かに何かを言われて間違えないように、怒られないように、うまく遂行するようにやるのがお仕事なので、自分で決めるってことほとんどしてないケースが多いんですよ。そうすると、例えば私はコンサルタントとして皆さんのね事業の
まあ、うまくいくお手伝いというか、理想がどうしたいこうしたいっていうことに対してお手伝いをするのが、まあ、私の仕事なんですが、学校の先生と生徒のようにですね、先生とかいう感じでね、これどうしたらいいですかとかって聞いてくるんですよね。いや、どうしたらいいのかではなく、どうしたいのかを先に教えてくださいと。で、どうしたいのかっていう意思に対して私が何通りかの方法をお伝えするから、その中のどれがいいかを自分で選び取ってほしいという話をします。で、私の中では、経験値がありますから、例えば3パターンをお伝えしたとしても、成功確率が今の状況だと高そうなのは1番だなとか伝えることができます。で、1番を選んでもいいんです。だけど3つ伝える中の3番が自分に合ってて、自分やりたいと思ったら3番選んでもらってもいいんですよ。要は問題は自分で決めるということなんです。だから決められないで、次から次へとどうしたらいいですか、どうしたらいいですかっていう指示待ち型の人間は、開業した後、自分で事業を作ることができないので、結果として、まあ、縮小ないしは廃業っていうことになってしまうケースが多いので、まずマインドとしてですね、自分がどうしたいのか、どうするべきなのかっていうことをまず自分で考える。そして自分の考えを持った上で、例えばコンサルとか誰か聞ける相手がいた時に、私こう思うけどどう思うっていう聞き方ですね、アイディアを求める場合には。でも大体決まってますでしょ、そういうふうに決めた時って。だから人の意見なんてせいぜい参考程度レベルで、はい、やるっていうことにどうせなります。で、それだってもう一つ注意しなきゃいけないのが、じゃあそれで誰かの意見に自分が従ったとするじゃないですか。その時も自分で決めたっていう自覚が必要になります。誰かの意見はあくまでもアドバイスとして聞くだけで、でもそのアドバイスいいなと思って乗っかったら、もうそこからすでに自分の責任なんですよ。だから誰々さんが何とかって言ったんですけどっていう言い方をするタイプの人は、基本人に責任を転嫁したい思考タイプの人なんで、何をどうやってもうまくいきにくいです。なぜならば、ちょっとでも悪い状況が出てきたら、あの時あの人がああ言ったからって言って、そこに乗った自分っていう責任はさておき、そういった人に責任転嫁するタイプだから、うまくいきにくいんですよ。だから基本すべてのことは、良きにしろ悪しきにしろ自分が決めたんだっていうことなんです。だから自分が決めてうまくいったら自分褒めてあげたらいいし、自分が決めてうまくいかなかったなら反省すればいいっていう、それだけのことで、問題は人に自分の人生を委ねないっていうことですね。自分で決めるのが大事っていうのがまず1番点です。2番目が振り返らないっていうことですね。よく振り返る方いらっしゃるんですけれども、1番と連動するんですが、自分で決めてるので、いや、振り返ったところでどうなんですかっていう世界なんですよ。振り返ったって時間は巻き戻らないし、その時と全く同じ状況にはならないんですよ。なぜならばもう動き出しちゃってる今がそこにあるからですね。だから過去を振り返る意味が基本的にあまりなくてですね。だけれども、あの時あっちを選んでたらどうだったんだろうって思うタイプの人がいますね、新規開業の人だと。まあ気持ちはわかるんですけどね。だからといってそのところに戻れないんだったら、考えてもしょうがないって思った方が良くないですか。どうせ未来に向かってしか動きようがなくて、今こっちの道を選んだ自分っていうのがそこにいるわけだから、あっち選んでたらどうだったかなっていうのを考えてもならないんだから意味がない。って私は思ってるんですよ。で、同様に、例えば、そうだな、私、そうな、どのあれがいいかな。じゃ、例えば、じゃ、これをね、しようって決めたとするじゃないですか、ある人が。これをしようって決めて。でも、本当にこれをしようって決めて、私良かったんでしょうか？みたいなご質問とかを私にする方いらっしゃるんですけれども、自分で決めてるんですよ。これをしようって言って。で、それを良かったんでしょうか？と私に聞かれたら、私、どうやって答えたらいいんでしょうっていうか それ、じゃ、例えば、私が良かったと言ってあげれば、安心するということが答えになりますかっていう話とか、良くなかったですねって言ったら、
残念な気持ちになるっていうのが答えでいいんでしょうかっていう話なんですよ。だから私に良かったんでしょうかっていうことを聞くっていう時点で、それが無意味なことであるっていうことを本当は分かってほしいんですよね。良かったかどうかは自分が決めることなので、自分が良かったと思えば良かったわけで、仮にあれちょっと失敗しちゃったかなって思ったとしたら、やり直せばいいだけの話なんで、それを選んだ自分はどうだったでしょうかっていう質問は困るっていう感じですね。聞かれても、いや自分がどう感じたかだけなので、私が強制するものでもないし、うん、多分なんですけどね、後押ししてほしかったんじゃないかなと思ってるんですよ。いやそのね、選んだ道は正解でしたよっていうことでね、まあ本当にまあうまくいってたんなら別に正解でしたよって言ってあげるのは何ら問題はないんですけれども、まあ、自分でどうなんだろうって自信がなくなっているんだとは思うんですが、どんな状態でもあれですね、自分がこれは正しかったんだと決めれば正しいことになるので、まあ、感情と思いって基本そんなことになってます。なので癖としてあっちだったらどうだったんだろうっていう過程を想像してもしょうがなくて、変えられない現実は振り返らないっていうことが大事だよっていうのが2つ目のお話です。で3つ目は立ち止まらないっていうことですね。はい、特に開業当初はですね、動いて動いて可能性を、正しい可能性を探っていくっていうのがとても大事なんですよね。うん、正しい可能性を探っていくっていう。だから何個でもやり直しとかやったりしているってことを考えたりするとですね、止まってる時間はもうゼロの時間で、何も生んでない時間なんでもったいないんですよ。だから考えちゃって動けないよりは、考えながら走りながら考えた方がいいって私は思っているし、立ち止まらなければ何かの風が起きたり渦が起こったり、誰かと触れ合ったりぶつかったりとか、何か動きが出るんですよ、動いていれば。だから立ち止まらないっていうことが開業初期とかには特に必要で、しかも多分なんですけど、多様な価値観に触れる必要があって、でも自分の軸は持って自分で決めるっていうルールは持ってた方がいいっていうのがありますね。ですから3つ目は立ち止まらないということです。この立ち止まるっていうところもよくご相談をされる話の一個で、なんか あでもないこうでもないって考えてたら止まっちゃって1ヶ月過ぎましたとかいう話とかもよく伺うんですけど、いや1ヶ月も考えてちゃいけないですよ。例えば1日で回答を出してこっちに動いてみたら違ったって言ったら、こっちに動けば2日で話進んでるのが1ヶ月何もしてなかったっていうのは本当に時間がもったいないと思うので、毎日じゃ何かチャレンジして試してれば、31日何かやった人と何にもしないで考えてただけでゼロの人とじゃ1年になったらどんだけ差がつくかっていう話なんですね。で人と比べる必要は全然ないんですよ。あの人は365歩進んだすごいよねとかいうのも関係なくて、要は自分がそこから動けてないっていうことが問題だから、一歩でも動けてればいいんですよ、とりあえず。なので立ち止まるともう一回動き出すのがね、億劫になるし、あと動力がかかるんですよ、摩擦熱がかかるから。感性の法則なんですけどねちょっと物理チックなこと言うと、要は感性の法則って、動き続ければ動き続けようとするし、止まってしまったら摩擦熱がそこに入るから、止まり続けようとするところの抵抗感がすごいんですよ。だから私の場合にはなるべくこうアイドル状態、要はエンジンかけっぱなしの状態でアイドリングでずっと動く方が楽なので、年末年始もとりあえず仕事を1時間ぐらいは最低でもやっとくみたいな感じだと、まあ、年始になってもそんなにこうよいしょって頑張んなくても大丈夫。だからこれは人によって違うんですよ。オンとオフをちゃんと区別つける方がいいっていうタイプの人はおすすめしないけど、私はアイドリングの方が向いてるタイプなんでいい。でそれを含まえても起業初期、開業初期の人は立ち止まらない方がいいです。ちょっと考えるぐらいは立ち止まってもいいけど、動いてなんぼなんで、
3年間はね、動いて動いて動く方が経験も増えるし、いろんなヒントとかが見えてくるから動くことをおすすめしたいと思います。はい、ということで、今日のまとめをしていきたいと思います。新規教室開業する人が絶対に身につけててほしい3つのマインド、1つ目は自分で決める、2つ目は振り返らない、3つ目は立ち止まらない。以上3つになりますので、これからね開業して頑張っていきたいという人はこんなマインドを持ちつつ頑張っていただければというふうに思います。それでは